皆さんお疲れ様でございます。新型コロナウイルス感染者の状況につきまして発表いたします。2点でございます。まず1点目ですが、新たなクラスターの発生についてです。お手元にありますクラスター概要をご覧ください。番号欄118の症例欄にあります23名につきましては、与論町内の児童施設に関連する感染が判明いたしました。このため新たにクラスターが発生したと判断し、当該感染をクラスター118関連として整理することといたしました。当該施設の感染対策としましては、施設内において手指消毒や換気は行っており、また可能な利用者におけるマスクの着用は行っていたと聞いております。当該施設等につきましては、感染者が発生して以降接触者の特定がなされており、現時点で不特定多数の感染拡大はないと判断し、当該施設等の名称は公表しないこととしております。次に2点目でございますが、昨日発表以降に確認されました31,071例目から31,392例目までの322例の方についてでございます。それぞれの概況等につきましては、お手元にお配りしてある資料の通りです。本日の鹿児島市発表分も含まれております。本日新たに518名の新規感染者が確認されております。県内の新規感染者は1月以降県内各地で感染者が急増し、2月はこれまでの月で最多となる14,606名の確認され、本日は518名の新規感染者と、鹿児島市において発表されました1名の死亡者、新たに児童施設でのクラスターが確認されております。ワクチンを2回接種された方も油断することなく、これまでと同様マスクの正しい着用、こまめな手洗いや手指消毒、定期的な換気などの基本的な感染防止対策を徹底していただきますとともに、外出の際には混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けていただきますよう、県民の皆様お一人お一人に改めて取り組みをお願いいたします。発熱や倦怠感、喉の痛みなど少しでも体調の異変を感じた場合には、外出を控えていただくとともに、早めにかかりつけ医等の地域の医療機関に相談していただくか、相談する医療機関に迷う場合にはお近くの受診相談センターに相談していただくようお願いいたします。本県における感染拡大を一刻も早く食い止めるためにも、今がまさに正念場でございます。本県の感染状況をご理解の上、皆様の命を守るために引き続き強い警戒感を持って感染防止対策にご協力いただきますようお願いいたします。私からは以上です。まずは幹事社からご所属とお名前をお名乗りの上、本日発表のクラスターに関する質問がある場合は質問をお願いします。南日本新聞中本です。はい、まずクラスターなんですけれども、はい、これは可能な利用者はマスクを着用していたという表現は、はい、これはあの自動施設側で何かルール決めとかなされてたんでしょうか。一応その、自動施設におきましては、可能な範囲で利用者におけるマスクの着用というのを推奨しておりますので、そういった中でこの施設における、感染防止対策として可能な利用者はマスクを着用していたということが確認されておりますので、一応こちらの表記として感染対策としては、可能な利用者はマスクを着用していたという表現でございます。例えばこれ何割ぐらいが着用していたとか、そういう、具体的なその割合というわけではございませんので、ですから当然その、マスクの着用が無理なく可能と判断される利用者はマスクを着用しておりましたけれども、着用することが難しい利用者はマスクを着用していなかったというところでございます。では感染の経路として主に考えているこれはどのような、はい、今お伝えした通りで、一部の、利用者の方はマスクの着用がどうしても難しいということがございますので、そういったところのマスクの、未着用というのが、原因の一つではないかというふうには考えておりますが。ありがとうございます。はい、で今感染者の総数なんですけれども、はい、今518人、今日はですね、はい、一時期よりはピークよりは少し下がっているのかなという印象があるんですが、はいはい、今の感染拡大状況を今どう捉えていらっしゃるかと。はい、本日が518名で、1週間前の月曜日が500名ということですので、下降傾向にあるというのはそうだと思いますけれども、若干下げ止まり感があるのかなというところはございます。はい、それを踏まえていわゆる病床確保計画とは今どのように
病床確保計画上のそのフェーズでございますかね。一応そうですね、フェーズについては現時点でフェーズ4が維持されていると。ただし、医療圏においてはその、緊急対応病床を含めて病床のフェーズを上げているところもございます。ありがとうございます。以上です。はい。